はい、有馬にやってきました。なんか車のデザインがありますね。これなんだろう。うん。車、有馬の工房っていうとこですね。おお。温泉、有馬温泉は温泉無線をモチーフとなった場所を一つってことです。一括アクセス、ここですね。で、ここ。おっと？なんだこれ、背景の設定ができる。そして、有馬千軒&天然サイダー。リンカ&フーカ。そうなんです。今日温泉娘のトークイベントが行われまして、そこで、まあ残念ながら有馬リンカ役の本宮かなさんは出られないんですが、有馬フーカ役の桑原裕樹さんと、湯村温泉役、湯村千代役の、高木美優さんは、出られます。ということでこういうコラボをやっていて、SSR のそうか、風花はもらえるっていうのは知ってたんですが、輪花ももらえるんですね。あと背景が、これはちょっとやってみよう。ちなみに浸水公園で確かそうですね、風花がもらえるんですが、つまり風花がもらえるという2つもらってる気がするんだが、お、温泉名所6カ所登録ができた。名所6回リアルでリアルイベントで行ってるってことですよね。娘見てみましょう。絞り込みで、絞り込みというよりは順番を設定したいが、並びがわからない。営業で20キロ移動も成立です。そうですね、これらの風花が2つ、輪花が1つで、あと背景までもらえる。これ背景は今日イベントあるんで、特技レベルの上限がアップする。うん、あ、そりゃそうですよね、2つ手に入れてるから。確かもう最初 のサービスインの時に有馬風花がの SSR が特別にもらえるってなってて、それ以降風花ガチャ引こうとしてるんですけど引けなかったんですが、まあ、有馬に行くことで引くことができたみたいですね。どこまで移動するんだ。40キロさらに50キロは無理。40キロは家から歩いてことになりますね。そしてもう一度娘を見る。そうすると、レアリティの方で見ましょう。レアリティで見るとこういうふうにサポートの温泉娘の風花が今までレベル5だったんですが、有馬と今回のイベントの有馬温泉に元からあるキャラと今回のイベント、まあ、これは風花だけなんですが、風花を手に入れることで、最大レベル15になりました。これはもう
あの音声娘のリーダーとして非常な戦力になってくれるのは確実ですよね。結構あのお金も使っちゃうんですよね。まあでもあのこれ強いのは間違いないです。ちょっと風花があの力では抜けたってことになりますよね。であと凛花も、凛花のSSR も初登場です。わあ、結構このいいですね、この格好。特訓できます、こういう風にして。まあ、SSR が、一人加わった上に、かつ風花は大幅なパワーアップ。嬉しいですね。結構、温泉娘、現地のイベントがあって、来月だったかな？お、なんか、ミニストーリー。来月にも、福島県の飯沼だったかな、温泉で、飯坂温泉だ、飯坂温泉でイベントが行われているんですが、こちらは、飯坂温泉の温泉娘をやっての役をやっている、吉岡真由さん、アンド雲仙の温泉娘を役をやっている奥野かやさんが、トークショーに出る予定です。多分ここに行くとこの2人のかなりの SSR あたりが手に入ると思うんで、で、チケットも、チケット価格も発表されました。4,500円。有馬がね、なんかそんなに結構やっぱり値段したんで、まあ、最低4000円ですけど、それ立ち見席で、すき焼き付きとかなると上限1万5000円に跳ね上がるっていうのがありますんで、まあ、交通費とかもあるんでね、それを込みにすると差額はないように見えるんですけど、やっぱり一つのイベントとしては、私近畿地方なんで、安くはないのかなと思うんで、4500円というのは比較的いい値段ではありますね。風花もなかなか、風花じゃない、凛花もなかなかいいですね。そしてそうだ、壁紙だ。壁紙を忘れてはいけません。設定かな。あ、背景変更の場所が分かりました。このランクを押したところに押すと、ランクを押します。そうするとさっきの自己紹介の画面に行けるんで、ここで推し娘も変更できますし、
ここで背景変更を押すと、なんかいろんな画面が選べますね。レッスン場とか、普通の温泉とか、夜景とか、和室とか。ここに有馬温泉が、有馬に直接アクセスすることができました。これ特に今回のイベントのアイテムではなく、有馬温泉に行けばいつでももらえる壁紙なんで、イベント、本日、イベント当日の日なんですが、おそらくこれアップする日、イベントの後なんで、間に合わなかったっていう人にも、後でも有馬温泉行ってゲットですることはできます。変更してるんですが、働かない。決まった。変更が働きましたね。これで、ホーム画面戻ると、風化が、有馬温泉の、後ろにいます。ここで、実は、イベント、この、川に、親水公園になってて、こういうふうに水を横を石畳を歩けるようになっているんですが、ここでどうもイベントが開催されるようです。これから楽しみにしたいと思います。イベントトークショーって言っても1時間ぐらいなんでね、でその後、有馬ではなんか盆踊りとかの祭りもあります。もっともこの弱点なんですけど、有馬から帰るバスが結構早いんで、そんなに長い時間折れません。そこが本当に残念なところです。で、今日日曜日なんで、翌日に月曜日なんで仕事なんで、そういう意味でも残念だな、もっと土曜日開催とかできないのかなっていう感じはありますね。声優のイベントって大体なんか日曜日を夜開催ですよね。で、私大阪なんですが、東京だとやっぱり新幹線のほとんど最終便か夜行バスってことになっちゃいますからね。日曜日ならもうちょっと早く開催してほしいなというは思います。はい。では、イベント楽しんでまいります。